8月13日、岐阜県中央部にある郡上市八幡町にやってきました。湧き水や水路などが多く、町の中心には吉田川が流れる水の豊かな地域です。川の音とか水の音がすごい気持ちいいです。ここで行われる郡上踊りって一体どんな祭りなんだろう。早速祭りの会場へ行ってみると、お、これ何ですかね。なんか運ばれてきました。何やら小屋のようなものが。これは踊り館です。踊り館、はい、この中心にみんなで輪を作って踊るっていう、はい、この館を中心に人々が踊る郡上踊り。7月中旬から9月上旬まで、なんと31夜にわたって踊る日本一長丁場と言われる盆踊りです。今日お盆ですけど、お盆の4日間は、まあ、あの朝まで踊り明かす徹夜踊りで、本当に踊りが好きな、いわゆる踊りスケベっていう人たちが集まってきたりとか。踊りスケベ、はい、コロナ禍で中止が続いており、今年は深夜1時までと時間は短いですが、3年ぶりの開催です。400年以上前から続いているという郡上踊り。1600年関ヶ原の戦いが終わった後、この地を治めていた郡上八幡城の城主遠藤義孝が、戦のない世の中と人々の心の安定を願って盆踊りを進めたことから盛んになったと言われています。8時近くになると踊り館の周りに大勢の人々が。そして会場の皆様、こんばんは。いよいよ郡上踊りが始まります。踊っている地元の方に話を聞いてみました。徹夜踊りの4日間は昔からあの無礼講で参加してもらう踊りなので、みんな仲良しになっているというか。なるほど。澄ましてみると、お囃子と見事にマッチした下駄の音が。手も鳴らすんですけど、足とかも上手に鳴らしながら歩かれてます。下駄と浴衣が必須だっていうことで、この特殊な下駄でこういう感じで下駄です。こうして下駄を鳴らして踊るのが郡上踊りの醍醐味の一つだから、下駄は欠かせないんだそうです。
中には鼻緒の切れた下駄を手で鳴らしている人も。そんな人たちが駆け込む一軒のお店を見つけました。鼻緒が緩くなって脱げやすいかなと思って締め直してもらいに来ました。締め直しに。実はこの町で唯一の下駄専門店。ここで郡上踊りに欠かせない下駄を一人で作り続ける職人さんと出会いました。諸橋優斗さん。郡上に移り住み下駄職人となった方です。祭りの前日。こんにちは。詳しく話を聞くことができました。鼻緒の種類は100種類以上ありますね。はい。諸橋さんが作っているのは郡上産の材料にこだわった踊り下駄と呼ばれる昔ながらの下駄。会場にいると一体になるのが分かるんですけど、生演奏のお囃子とこの下駄の音で会場が一体になるので、踊り手とお囃子をつなぐ大事なものだと思いますね。はい。音もすごい大事なので、この踊った時のこの音が鳴るようにヒノキで作ってますね。10年前旅行で訪れたこの町で初めて郡上踊りを体験。その魅力に心を奪われた諸橋さん。郡上産の踊り下駄が作られなくなっていたことを知り、自ら復活させることを決意。学生時代に習得した木工の技術を生かし、8年前からここで郡上産の踊り下駄を作り続けているんです。諸橋さんの下駄を履いて踊りに参加しました。難しい。もうすぐ4時間経つんですけど、全然皆さん元気で踊ってらっしゃるし、地元でもなかったので、盆踊りがすごいもう嬉しくて、最後まで行けます。5時間にわたる徹夜踊りもいよいよ最後の曲。初めはぎこちなかった踊りもこの頃には綺麗に揃い、会場全体が一体感に包まれます。
すれ違う時にいろんな人の顔が見れて久しぶりだなぁなんて思って楽しかったです。踊り足らんな。踊り足らんですか。ごめん、あと4時間踊らなあかんねんけどな。もういつもの夏が戻ってきたってぐらい忙しくて充実感があったので久しぶりにもやりきった感がありましたね。地元の人、観光客、そして職人さんがそれぞれの思いを胸に参加することで伝統が守られているんだなぁと、そんな風に感じた祭りでした。